こんにちは。荒川区の生態頭痛専門克美回路生態院院長の本谷克美です。よろしくお願いいたします。今日は頭痛で頭のこの後ろですね、後ろが痛いという方が非常に多いですので、それについてお伝えしたいと思います。この後ろが痛いというのはですね、頭痛の中、3つの種類がありますけども、1つが、緊張型頭痛、群発頭痛、片頭痛、3つありますね。これの中の緊張型頭痛、これは、この後頭部のこの辺り、この辺が痛くなっちゃうのが緊張型頭痛になります。3つね、あると言ってもね、治療方法はね、大して変わりもありません。医療機関の方ではね、群発頭痛と片頭痛、なんかすごいぞみたいなね、なんか位置づけになってますけどね、治療方法としては大した差はありません。はい。で、緊張型頭痛はですね、比較的簡単って言っちゃうとね、ちょっと語弊あるかと思うんですけど、ここの筋肉の凝りですね、ここを取ってしまえば、まず消えてくるというね、非常に頭痛の中でも、楽な方ですね。なので後頭部がね、頭痛があるっていう方ね、比較的これは取れやすいので、悩んでいる方いらっしゃいましたら、ぜひ一度当院にお問い合わせください。お電話お待ちしております。